本当にあった。呪いのビデオは、1999年から続く、日本のホラーオリジナルビデオシリーズ。副題は、一般投稿により寄せられた、戦慄の映像集。通称は、本種。制作は株式会社ブロードウェイ株式会社パル企画、NSW。販売は株式会社ブロードウェイ同社が扱うホラーオリジナルビデオシリーズ、本当にあった。 怖い話の姉妹作の位置づけとなる。衛星一般放送事業者によって、エンタメテレや CS のファミリー劇場にて、テレビ放送がされている。初代の構成、演出は、中村義博と鈴木健一。8巻から10巻まで、松江哲明。11巻から15巻まで、坂本はじめゆき。 16巻から21巻まで、福田洋平、22巻から41巻まで、小玉和四42巻から55巻まで、岩沢博樹、56巻から70巻まで、菊地信七71巻から75巻まで、福田洋平、寺内幸太郎、76巻から80巻まで、福田洋平、河合直美、81巻から89巻まで、金田。 90巻から巻田和臣が今作の監督を務める。いわゆる心霊現象が発生していると思われる映像が一般から投稿されてきたとして、その内容を検証する形をとる疑似ノンフィクションのオカルトホラー作品。映像だけを収録するものもあれば投稿者へのインタビューを交えたものもあり、スタッフが現場に赴いて、 霊的現象を調査するドキュメンタリー的な内容も含まれている。1999年8月22日に書刊の発売から2020年1月8日まで通常版、作品86巻、スペシャル版、作品5巻、バージョン X 版4巻、その他の作品まで含め計110作品が発売されている。なお、すべての作品において 制作委員会方式が採用されている。初期作品の発売当初は VHS 版であったが2002年に1巻から6巻までの通常版とスペシャル1巻の中から厳選した作品を集めた映像集ベストセレクションの発売を皮切りに DVD 版として発売されるようになり初巻発売から4年目の2003年8月22日に初巻と2巻が DVD 版として再発売された。これを皮切りに過去の VHS 版の DVD リマスタリングが順次再発売されるようになり、従来の VHS 版で生じていた再生方や経年変化によるノイズや伸びなどの問題を解決し、映像鮮明度が飛躍的に向上した。また、視聴する側の変化だけでなく投稿された映像の変化も大きく、 初期作品には VHS や8ミリ、ベータマックス、ハイ8などのビデオテープに録画した形式での投稿映像が多かったが近年の作品では携帯電話の動画モードやデジタルカメラの録画機能あるいはスマートフォンを利用した動画などが大勢を占めるインターネットサイト上の動画あるいは投稿される映像自体も VHS テープなどで送られてくるものからマイクロ SD や USB メモリなどデジタル化が進むも従来のアナログ形式で録画された投稿映像も未だに根強い。2009年に発売10周年記念と題して各種のイベントが用意された。そのうちの一つとして本当にあった。呪いのビデオ32巻から34巻までの3巻連続発売を同年の6月から8月にかけていった。その結果、 現在においても下記には3ヶ月連続発売が継続している。また、同じく、パル企画と NSW が制作を手掛けている、ホラーオリジナルビデオシリーズ、本当にあった、怖い話との両作品を、携帯電話向け動画配信サービスとして2009年7月15日より、開始した。当初はソフトバンクのみの公式携帯サイトであったが、後に、au、 NTT ドコモにおいても公式サイトとなった。このサイト上で配信されている、本当にあった、呪いのビデオの動画は、呪いの動画と命名された。2009年からパル企画がツイッターを開始、2010年6月4日発売の通常版37巻より、アスペクト比16、9の構成サイドテレビジョン放送化に対応したものになされた。 2010年8月5日より本当にあった。呪いのビデオシリーズを iTunes App Store より販売開始 iOS 4.0以上の iPod Touch に対応する。2019年にはシリーズ20周年を祝して本主生誕20周年オールナイト上映会がテアトル新宿にて開催された。同イベントでは今シリーズの熱狂的なファンである 小出雄介を司会に迎え、中村義弘、白石明など、福田洋平、河合直美らによるトークショーのほかかつてシリーズに携わっていた、寺内幸太郎、紺野恵美、寒川清美、舞木瞳、大力、大塚雄二も会場に参加した。2003年頃より本編が、開始前に視聴者に注意を促す文面が流れるのが、一般的となっている。 本作では出演しているご本人もしくはご遺族の方から希望があった場合のみモザイク等の処理を行っております本編の映像に画像が乱れる箇所がありますが製品上の異常ではありません本作では画面にノイズやイオンが入場号がありますがビデオテープの異常ではありません本作では画面上にノイズが見えるイオンが聞こえる 等不可解な箇所があるかもしれませんが、製品の異常ではありません。本作では画面にノイズ等の乱れが見える、異音が聞こえる等の不可解な箇所があるかもしれませんが、製品の異常ではありませんお断り、本作品は投稿された映像をそのままの状態で紹介しているため、画像の乱れやノイズなどが生じる場合がありますがあらかじめご了承ください。 これからご覧になる映像は一般投稿者より送られてきた映像を集めた作品ですご覧にいただいた後不可解な出来事などや霊的現象が起きた場合こちらではその現象について一切の責任を負いかねます本作品はお払いを済ましておりますお断り本作品は投稿された映像をそのままの状態で紹介しているため 画像の乱れノイズなどが生じる場合がありますが、ディスクの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。これからご覧になる映像は、一般視聴者より送られてきたビデオ、映像を集めた作品ですがご覧にいただいた後、不可解な出来事などや、霊的現象が起きた場合こちらでは、その現象についての責任を一切取ることはできません。本作品は、 お払いを済ましていますお断り、本作品は投稿された映像をそのままの状態で紹介しているため、画像の劣化により乱れやノイズなどが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。投稿されてきた映像をご覧になった後、不可解な現象、または霊的現象が起きてしまった場合においても、一切の責任を負いかねます。本作品はお払いを済ましております。 お断り、本作品は一般視聴者からの投稿された映像によって構成されており、一部の映像の乱れノイズ等が生じる場合がありますがこれはディスクの故障ではありませんので、あらかじめご了承くださいなお、本作品を見た、聞いたことにより起きた心霊現象や不可解な現象につきましては、こちらでは一切の責任を負いかねます。そのため、紹介する映像によっては、 事故の責任でご覧ください。本作品をご覧になっている途中に霊的現象と思われ兆候が起こった場合また、体調に影響が出た場合などの緊急時は直ちにリスクを止めることを勧めます。本作品はお払いを済ましています。お断り、本作品は一般視聴者によって投稿された映像により構成されており、そのため一部の映像の中に劣化。 ノイズ等が生じる場合がありまが、これはディスクの故障におものではありません。あらじめご了承ください。本作品の中には、投稿者の証言の中で見たことにより悪影響を及ぼす恐れのある映像が収録されています。鑑賞中、体調に影響また、不可解な現象が起こって、時は直ちにディスクを止めることをお勧めします。紹介する投稿映像を見た。 聞いたことによって起きてしまった心霊現象や不可解な現象の一切の責任は追いかねます。そのため、紹介する映像や音声によっては、事故の責任で干渉してください。本作品はお払いを済ませております。お断り、本作品は投稿された映像をそのままの状態で紹介しているため、画像の乱れやノイズなどが生じる場合がありますが、 あらかじめご了承ください。これからご覧いただくのは一般の視聴者より投稿していただいた映像です。ご覧いただいた後不可解な出来事や霊的現象が起きた場合こちらでは一切の責任を負いかねます。本作品はお払いを済ませております。お断り、本作品は投稿された映像をそのままの状態で紹介しているため画像の乱れや ノイズなどが生じる場合がありますが、あらかじめご了承ください。これからご覧いただくのは、一般投稿者より投稿していただいた映像です。ご覧いただいた後、不可解な出来事や霊的現象が起きた場合、こちらでは、一切の責任を負いかねます。本作品は、お払いを済ませております。55巻は、劇場公開作品のため、視聴者に注意を促す文面ではなく、 本当にあった。呪いのビデオシリーズを紹介する文面が流れる。呪いのビデオ制作委員会は1999年の発足以来不可解な映像を一般の方々から募集し調査検証を行ってきた。本当にあった。呪いのビデオとは一般視聴者から送られてきた心霊映像とその調査の過程を収めたドキュメントシリーズである。 上記の関東テロップの後、講述する投稿映像の流れの通りに、最初の投稿映像が流され、その後に初めてタイトルが表示される。お祓いは都内にある神社で年に数回スタッフが、投稿映像をまとめて持参して行っていることが、25巻で説明されている。作品の進行は、映像とナレーションを用いて行われる。 ドキュメンタリー色を強調した表現を初期作品より打ち出してきた。現在では疑似ノンフィクション作品ではごく一般的な手法であるが、当時としては画期的であり、今日において他社の類似作品においても本作品の作品の流れは多少の際はあれど踏襲されている。ナレーションに関しては、初代の高橋新美希が行っていた時期に、 すでに原型が完成していたが、このナレーションをより発展させたのが、現在担当する中村義弘である。投稿映像を紹介する流れは、例えば最初に、これは投稿者が、とある海岸で撮影したものであるといった形で、大まかにその映像を投稿された概要から、説明される。その後に映してしまったとされる。 心霊現象について、投稿者が語るには何か得体の知れないものを映して、しまったというのだが、のように語り、最初の流れを、一旦は締める。投稿映像のみを紹介する場合は、そのまま映像が、紹介されるが、ドキュメンタリー風投稿映像の場合は、上記に加えて、スタッフと投稿者との会話のやり取りや現場検証を、行う。このやり取りに現在では、 演出法と呼ばれるスタッフが行っているが、初期は、この役割の者がいなかったために構成、演出の中村と鈴木が兼任で行ったり、リポーターという名目で、北川らが投稿者とのやり取りを行う場合もあった。これらやり取りを終えて、大方の内容が視聴者に伝わると投稿映像に切り替わり、それでは、問題の映像をご覧いただこう、と語って、 心霊現象が映し出されている箇所の映像を流す。その後、リプレイが流されて、お分かりいただけただろうかお分かりいただけたことと思う、お気づきになられたであろうかなどと語って、投稿映像を再生し直してその心霊現象が、どのあたりに、どのように映し出されているかを語り始める。リプレイは、最初に流した映像よりも、再生時間を短くし、 心霊現象の箇所をさらにピンポイントに再生している。さらにその後、スローモーションやアップで心霊映像をリプレイする。この場合、以前は、それでは、もう一度ご覧いただこうというのが通例だったが、近年の中村は、あえて何も語らずに投稿映像を流し続ける手法を使用し、沈黙の効果を最大限に活用したり投稿者や、 映像の中に映る人物のその後などを語る例もある。そして、問題の映像が最も鮮明に映し出されている箇所で戦死し、まさかこれは撮影したさんを死の世界に引きずり込むために現れた例とでも言うのだろうかなどと、投稿者とのやりとりやそれが撮影された状況。 あるいは曰くつきの現場などの舞台背景から映像に映り込んだ謎の被写体の心境を中村義弘が代弁するかのように語ってその話を締める。最後に、と、でも、言うのだろうかと語りを締めるのが近年の本当にあった呪いのビデオシリーズの大半の通例となっている。中には、心霊映像よりも不可解な音声が本題になっている場合もあり、 その場合は、スローモーションや早送りにすることで人間の声のように聞こえるものも存在。この場合はあえて音声を大きく編集されてリプレイされる。音声の場合でも、同様に締めの言葉は、と、でも、言うのだろうかが決まり文句となっている。これらの作品が通常版では約60から80分、スペシャル版で約90分が流れ。 中村の語りと共に、クレジットが流れて本編がすべて終了。その後、本当にあった。呪いのビデオ一般募集のご案内のテロップが表示され、一般公募を募る。投稿映像の送り先住所は、第一巻から共通して同じ住所であるが、この所在地には、制作を担当している、パル企画の文室がある。応募資格については、 年齢、性別ともに一切不問であり、常に続編が想定されているために締め切り日も設けられていない。必ずしも投稿作品が映像である必要性はなく、いわゆる心霊写真でも良しとされる。ただし、心霊写真による投稿が本シリーズを通して採用されるケースは極めて稀である。一般応募された。 投稿映像の扱いに関しては、その返却は一切しないというのが原則である。テロップ上にも、なお、送っていただいたテープや写真は返却いたしかねますので、ご了承の上、ご応募ください。とある。37巻では、スタッフルームに不審者が押し入り、これらのビデオを譲るように迫られたが、この際に、中村が、ナレーションで、第三者は愚か。 本人であっても原則として返却不可であると語っている。よって、投稿の際には自身で、ダビングテープなどの予備データを作成する必要があり、仮に、不可解な映像う々ぬは別として、自身が大事な映像であると思うならば、その保存にはくれぐれも注意が必要である。投稿映像が本作品に採用されると、賞金が設定されている。 71巻現在での賞金額は、最優秀者8万円、優秀者5000円の2段階である。この賞金額は、非常に変動しやすいことで知られており、31巻から35巻までの間や44巻では、最優秀者1万円、採用5000円という賞金額が、最も低い時期であった。なお、 最も高かった時期は39巻の最優秀者20万円、優秀者10万円である。投稿者に送られる賞金は、最新巻に記載されている賞金となる。従って、初期作品のリメイク版は、当時の賞金に設定されたテロップに差し替えて、再発売された。なお、投稿映像が採用された場合は採用の程度を、問わず、賞金とは、別途に、 粗品も授与されていたが、近年では、最優秀者にのみ、本種特製 T シャツを粗品として渡される模様。作品の傾向については、以下の分類に分けられる。投稿されてきた映像のみを紹介。ナレーションによる、大まかな撮影概要が、投稿映像とともに流されながら説明される。ナレーション終了から、その投稿映像内の不可解な部分が、映し出されるのが、 一般的。著作権上の兼ね合いや世間的な体裁を考慮した結果、編集側と投稿者との間で顔を出すことや声の出演、あるいは近隣施設などの場所が特定できるものの、撮影の承諾が得られなかった場合は、編集者側がモザイク処理を施したり、音声編集を行うなどの配慮を行って作品化している。 投稿者不明の投稿映像の場合も、同様に、投稿者との間で顔を出すことの承諾が得られなかったと認められるため、最低でも顔に、モザイク処理、場合によっては、音声編集が行われる。上記の一般投稿映像に加え、演出補と呼ばれるスタッフと撮影当時の状況や、撮影までの不可解な兆候などをインタビューを交え、投稿映像を紹介。 一般投稿映像に比べ、編集者と投稿者との間で顔を出すことの許可、されているものが多い。また、投稿者と演出補とのやり取りで、顔を映さないという条件がなされているものは、モザイク処理以外に口より上部を映さない配慮が、取られる場合もある。この場合、後に紹介される、投稿映像に投稿者自身が映ってしまう場合は、モザイク処理で顔を隠される。 その他、投稿者自身は、顔出しが許可されているが、そこに含まれる友人や関係者の顔出しが、許可されなかった場合、ほとんどの場合でそれら関係者にのみ、モザイク処理が施される。40巻以降、取材の様子を撮影する際に、さらに匿名性を高めるべく映像のモザイク加工に、加え、画面の色味をモノクロに変化させることも追加された。 投稿者の氏名に関しては、プライバシーを考慮してか、かなを用いられる場合が多い。そのため、会話の中で本名が発言されている場合は、P 音で規制される。ただし、例外も、少なからずは存在。スペシャル4巻、消えた、友人に終了後、スタッフロールの最中に演出補と投稿者の友人との会話に、あえて、P 音を流さずに、 神隠しにあった少女の名前をフルネームで公表している。これは少女にまつわるエピソードと、千南軍熊取町小四女児誘拐事件で、行方不明となった女児とは、無関係であるとするための措置と考えられる。また、話が大くくケースも見られ、続や、後編とその巻の間で二部にわたって紹介される、場合もある。その他、 数巻にわたって紹介されるものもある。それらの多くが、今日までに、事件や不可解な問題や現象が解決されていない。投稿映像は、インタビュー後の投稿者や撮影場所に居合わせた、友人らの人物、あるいは、インタビューを行った、演出補が、後に、不可解な事件や現象に巻き込まれるという事例もある。なお、ごく稀に、 本ドキュメンタリー部分の映像の終了時、取材中に映り込んだ部分が紹介されることがある。道路や施設内、教科などに設置された監視カメラに映り込んだ不可解な映像を紹介。基本的には投稿者へのインタビューがない場合が多いが、中には投稿者と演出補とのやり取りがあるものもある。監視カメラシリーズの大きな特徴は、定点映像であり、それらのほとんどに音声がない。 あるいは、モノクロ映像のものも多い。ナレーション終了後は、静寂の中で視聴者は不可解な映像を見るのが、監視カメラシリーズの大きな特徴である。近年の作品では1巻につき1本このシリーズの映像が収録されるのが、恒例になっている。例外として3巻、5巻、6巻、9巻、10巻、11巻、15巻、17巻、21巻、50巻、77巻には、 収録されていない。視聴者側からは、上記の一般投稿映像、ドキュメンタリー風投稿映像、監視カメラシリーズという枠組み以外に通称として、周知されている下記のような作品の傾向がある。気づく経営国経警告これからご覧いただく映像は、あなたの心身に深刻な影響を及ぼす可能性が考えられます。影響を受けやすい方や、 気の進まない方は、再生を止めてください。こちらでは、一切の責任を追いかねます。との注意が表示される。出所不明の得体の知れない映像も多く、一般的に恐怖性が高いと言われている。該当作品該当作品該当作品35巻以降、スタッフウェアと思われるものが確認された。これは、演出補の長田が着用していた黒字の T シャツで、 背中の上部に、首都赤く、バックプリントがなされたものであった。同感後半では、白地に、本当にあった。呪いのビデオの、最新ロゴが、胸部にプリントされたものが公開された。当初は、ノベルティのようにも思われたが、36巻以降は、同ロゴが、バックプリントされた黒いスウェット生地のパーカが登場し、2009年後期より、 カキと陶器療法のスタッフウェアが導入。パーカのフロントは左胸上部に赤く、種とプリントされ、ジップアップ式でフード付きとなっている。現在では投稿映像の最優秀者に同デザインの T シャツが素品として授与される。投稿者から送られてきた投稿作品に対し、その投稿者に対してインタビューを行ったり、関係人物に対しての電話取材。 あるいは、心霊映像が撮影されたとされる現場に向かいその、検証を行うスタッフのことを、演出補と呼ばれる。基本的には、蒸気のような業務をこなすだけではあるが、中には、投稿映像の現況となっているであろう疑わしき、人物に突撃取材を行ったり、身の危険を呈して、積極的な行動を行う、いわゆる、レポーター的な役割の演出補が多々見られるため、 これらの作品に、重要な登場人物でもある。松江哲明時代、坂本人幸、時代、福田洋平時代、小玉和戸時代、岩沢宏樹時代、菊池信秀時代、寺内幸太郎時代がわ奈緒美時代、金田時代、牧田和臣時代その他、心霊写真が撮られた現場にて、に登場する御主伝の滝。奥多摩湖、ロープウェイの駅。 廃村の舞台が近くにある。17巻、呪われた、病院、スペシャル2巻、廃墟の舞台となっている厚木江新病院。ヘリコプターの上空撮影に登場する米塚。22巻、通り間が撮影されたこれまさ橋の土手。観覧車の舞台となった、ビッグ王。母の思いが撮影された新宿御苑内にある旧五陵園 腹切り櫓で撮影された場所。シリーズ監視カメラ301号室、301号室に8ミリ撮影されていた大阪万博。万博にて、漂流する例の舞台となる、岩淵水門。ザ・ムービーに、首なしと、パート64、実績に登場する、大塚山公園にて、中央右には両作中に登場する地蔵が見える。東京湾の舞台となる、 京浜港東京区羽田浅場付近。リング編に登場する秩父鉱山の社宅跡。2003年は例外であるが、以前は1年に3、4本前後ペースで発売されていた。2009年以降、下記は毎月発売となり、以後1年に5本のペースで発売されている。収録時間は、基本的には60分前後であるが、55巻は劇場公開版となったため、 例外的に1時間47分の収録時間となる。それぞれの作品に収録されているエピソード数は約8本から10本であるが、例外も多い。例えば1巻は13本ものエピソードが収録されているが、47巻、66巻、67巻、71巻から75巻ではわずか7本になっている。 本当にあった。呪いのビデオシリーズで特に恐怖性の高い、厳選された投稿映像、あるいは以前の投稿映像に別の不可解な箇所が発見された場合や、その後の追跡取材を行った場合などは、スペシャル版として発売された。2000年より1年に1回のペースで、発刊されてきたが、2005年3月4日発売の通常版、パート15にて、 スペシャル6へ続くというテロップが流れながらも、スペシャル版5巻が発売された2004年7月2日を、最後に2012年6月2日現在に至るまで、スペシャル版は一切発売されていない。収録時間は全作品約90分。本当にあった。呪いのビデオシリーズの派生作品の一つ。 戦術のスペシャル版とは別の位置づけで2001年5月から2002年8月まで発売された。携わる構成、演出も通常版の流れを組むスペシャル版とは違い、九重雄二明、斉藤健二、白石明氏などが起用された。また、ナレーションも中村義弘ではなく初期ナレーションの高橋新美や宮川博史を起用するなど、 一風違った雰囲気を味わえる構成となっている。収録時間は全作品約90分。2005年11月から2006年4月まで、過去に古川書房が出版していたコミック。タイトルは、本当にあった。呪いのビデオコミック。レーベルは、古川コミックス。全員五巻が出版され、長谷川美香、前田二郎、文が、 金子デ・メリンなどの漫画家が描いた。副題は、リアルホラーコミック・アンソロジー。都市伝説、歴史上の実話からの黒歴史、心霊スポットなど多岐にわたる題材を本案したもので、あり、副題の通り一巻あたり7名から8名前後の作者によってまとめた、アンソロジーコミックである。なお、編集、著者は、本当にあった。 呪いのビデオコミック制作委員会となっていた。TBS で放送の単発特別番組スパモク。枠放送の特集である世界の恐怖映像の中から映像提供をもらっている。テレビ東京で放送の単発特別番組最恐れ映像ノンストップの中から映像提供をもらっている。CS のファミリー劇場オカルトフライデー枠内である毎週金曜日の 夜間時間帯で放送。その他、不特定曜日の午前2時午前4時台といった時間帯で2021年現在も放送されている。エンタメテレなどの CS 局でも放送されている。ありがとうございます。